だ、あれ愛好の美は性行為ではないわ。おぉ、ティターニア、やっべ、本物だ、クールクールクール、本物のエルザちゃん、クールクール。ただの兄に戻ってもお前の入れた茶はやっぱりぬるいな。いよいよだな、ウィンターカップセミファイナル。会場キセトの再戦、やってやる。やっぱり扉に近い人間から狙ってくる。私も半分は人間、お前と似たような半端者さ。安心しろ、お前を殺しはしない。ずっと君に聞こうと思ってたことがある。どうして君は自分の強さに責任を持たないんだ。出し惜しみするくらいなら俺に見せてみろ。この俺に牙を見せてみろって言ってるんだ。平和島静雄ってのはあんたか。うちの連中が世話になったんだってな。いや、勝手に暴れたのはあいつらの方だから、けじめばつけさせたんだけどさ、全員入院コースで。けどまあ、こっちが悪いにしても、チートばかしやりすぎが過ぎたんじゃねえかって文句言いに来たんだけどよ。ああ、瀬尾先輩！逃げ、助けてください。へえ、そんなこと言って、瀬尾さんに行くんだ。やっぱり大きい方がいいんじゃない、もう。何言ってるんですか、こんなのただの脂肪の塊でしょ。勇者エミリアだと。さあ早くこのドアを開けなさい、おとなしく成敗されるの。ほら、魔王様、勇者です、勇者が現れました。ああ分かってる。ひょっとしてご存知だったんですか。その中身はトマトの水分だけで作ったカレーです。はい、鍋にトマトを敷き詰めて加熱するとびっくりするほど水分を出すんで。なあ龍神様、今すぐユーナとサギリを離せ、出なけりゃ力ずくで連れて帰る。悪霊だろうが神だろうが関係ねえ。こんなことになってしまったのは俺の中途半端な覚悟のせいだ。どっちつかずな態度がペルシアを傷つけた。腹くくれ、俺の本気をこの一撃に込めてお前にぶつける。好きだ、付き合ってくれ。一瞬メダカちゃんが一瞬で簡単に乱心モードに。落ち着けメダカちゃん、お願いがあって来たんだろう。この自慢の頭をけなされるとムカッパラが立つぜ、どうしようもなくな。こいつがジョースケのスタンドか。このパワーはボディから顎にかけてガラ空きになったようだぜ。やろう